ダイハツ KF 型エンジンは2005年11月からダイハツ工業が生産している軽自動車用エンジンの一つである。2006年以降に同社から発売された車種には直列4気筒の JB 型エンジンを搭載する車種が旧車足で残っているコペに1車種しかなく、また既存であった直列3気筒の EF 型エンジンも生産開始から20年近くが経ち、 モデル末期であったことから、これらのエンジンを廃止し、環境対応という形で、新型三気筒エンジンを開発した。自然吸気仕様の KFV は2005年12月の S セ、ターボ仕様の KF デッドは2006年6月のソニカから採用された。当初カタログに記載されたエンジン形式は、従来通り KFV、KF デッドとなっていたが、2010年のムーブ、登場時から、 単に、KF となった。正式には、k f v e に KFVE3 と移行しており、メーカーズプレートなどには、そのように記されている。短期間でのバージョンアップが繰り返されることから、ユーザーや販売現場での混乱を防ぐため単に、KF と統一したものと思われる。基本仕様は、水冷直列3気筒 DOHC12 バルブ。 内径 63.0mm、工程 70.4mm、総排気量 658cc となっており、従来の EF 型よりもロングストローク化が図られ、燃費向上、トルクアップ等を実現している。シリンダーブロックはアルミ製で、樹脂部品も多用した結果、重量は 660cc クラスとしては、最軽量の 47kg を達成している。構造的には、 同社の、ブーンやトヨタ自動車のパス及び IQ、ベルタ、2代目及び3代目ビッツなどに搭載されている、1KRFE 型エンジンと、ボアピッチを合わせるなど、生産設備を共用しやすいような作りとなっている。なお、KF 型の登場に伴い、フルモデルチェンジや、マイナーチェンジにより EF 型は、整備されており、最後まで EF 型を積んだテリオスキットも2012年5月で、 生産を終了した。また、同社製軽自動車の富士重工業及びトヨタへの OEM 供給開始により、KF 型搭載のディアスワゴン、及び、ルクラ、2代目プレオ、同2代目ステラ、7代目サンバー、ピクシスシリーズ4車種がそれぞれ登場した。2012年4月スバルサンバーへの OEM 供給開始に伴い、耐久性と信頼性を向上させた。 赤某社向けの KF 型が登場した。2010年12月発売の5代目ムーブから採用されたエンジン。大きな変更点としては、ムーブラテ以降搭載されている、触媒早期活性化システムですでに用いられている、燃焼時に発生するイオン電流を検出して、燃焼状態を診断するシステムを、ポンピングロスの低減を狙った EGR の導入量制御に応用した。 IEGR と重量増を避けつつきめ細かい吸気量制御に加え、オートマチックトランスミッションとの協調制御も可能となる樹脂製電子スロットルボディの採用があり、IEGR は世界初、樹脂製電子スロットルボディは国内初と大発話している。その他、燃焼室形状、ピストン形状、オイルシール、タイミングチェーン、ウォーターポンプなどの変更で、 燃焼効率向上とメカニカルロスを低減している。エンジン形式は KF のままで、ダイハツでは第二世代 KF エンジンと呼称している。2011年6月より、ムーブコンテ、タントの名、前社とミラココアの 4WD 車に、同年7月からは、タントエグゼの名、前社とミラの 4WDCVT 車に、同年9月からは、ミライイースの前車に、 さらに2014年9月からはハイゼットトラックに2015年4月からはハイゼットカーゴおよびハイゼットデッキ版にそれぞれ搭載された2014年7月一部改良のミライースおよびトヨタピクシスエポックスバルプレオプラスから採用されたエンジン大きな変更点としては高圧縮比化、吸気ポートの改良、高着火スパークプラグを採用したことで 熱効率を高め、高圧縮比化に伴うノッキング回避のために、ミラーサイクル化して、デュアルインジェクタを採用したことである。これにより、ポンピングロスの低減と燃焼安定化を同時に実現した。さらに、エコ発電制御は、発電制御を見直したことで、エンジンブレーキ時の発電量をより高め、加速や走行時の発電を抑制することで、エンジン負荷を低減し、 低燃費化に貢献している。ただし、従来の第二世代 KF エンジンに対し、最高出力、および最大トルクはそれぞれスペックダウンしている。エンジン形式は、第二世代同様 KF と変わらず、ダイでは、第三世代 KF エンジンと呼称している。2019年7月フルモデルチェンジのダント、および、スバル資本から採用されたエンジンで、ドンガが、市販品として、 初めて採用された。ボア、ストロークなどの基本諸言が変わらないため引き続き、KF 型を称するが、大半の部品に何らかの手が入っている。大きな特徴としては、連続可変バルブタイミング機構の DVVT の採用が廃止された代わりに、軽自動車を含む四輪車用の四バルブヘッドのガソリンエンジンとしては、世界初となる半球型燃焼室が採用されたほか、 高 EGR 化での燃焼を改善するために導入した量産エンジンでは日本初となるマルチスパーク点火、切り化性能の高いスワールインジェクターがある。吸気ポートは高タンブル指向であり、燃焼効率の向上と燃焼速度のアップを実現している。これらにより最大熱効率はなエンジンで35%を称する。なお、ターボエンジンは 仙台よりもトルクを重視しており、圧縮率がわずかに低くなっている。新開発の DCVT と組み合わせることにより、実用域での燃費向上を図っている。DVVT 付け DOHC12、バルブ EFI なアトキンソンサイクル、およびデュアルインジェクタとの組み合わせ仕様、DVVT なし DOHC12、バルブ EFI なマルチスパーク点火機構。 および半球型燃焼室、ポート噴射式インジェクター、採用搭載車種トランスミッション DOHC12、バルブ EFI ターボアイドリングストップシステムとの、組み合わせ仕様マルチスパーク点火機構、および半球型燃焼室、ポート噴射式インジェクターとの、組み合わせ仕様搭載車種ターボに、DVVT を発、採用搭載車種トランスミッション DOHC12、 バルブ e f i c n g 搭載車種トランスミッション、ダイハツ技術広報資料、具体的な内訳は、クランクシャフトの対摩耗性能向上のための、クランクシャフト高周波焼き入れ、並びにイリジウムスパークプラグの標準採用などが、挙げられる。イオン電流検出システムの低環境、深型エンジンへの活用、ダイハツ工業を2018年3月23日閲覧。 日本の自動車技術240銭から触媒早期活性化システム。ありがとうございます。